秋名さんの走り屋の歴史で最高のダウンヒルバトルが。86が FC と互角のバトルをしてるぞ。いけータグビー。いつもの兄貴のやり方だ。ここ一番のバトルではわざと先行させて後ろからぶち抜く。どんな相手にもそうやって勝ってきたんだ。86が頭取ってるぞ。すっげー、今にも当たりそうなスーパーツインドリフト。意外とものっけから見せつけてくれるぜ。どっちも。けど本来高橋涼介はあそこまでドリフトを多用するスタイルじゃないだろ。相手の得意分野でねじ伏せるつもりなんだ。ストリートキングの意地にかけて。驚いたぞ。半月前よりカウンターステアの打角が小さくなった。ターンイン直後に大きめのカウンターを当てる癖がなくなっている。わずかな間に奴は進化している。だが結果は変わらない。俺が勝つ。左の複合コーナーを2台とも流しっぱなしで抜けてきやがった。けどきついだろうな86。ああべったり張り付かれちゃう。ああ逃げるより追っかける方が技術的にも心理的にも有利ってのは走り屋の世界の常識だもんな。ましてや相手はあの高橋涼介。煽られるプレッシャーは半端ないぞ。すごいさ、鳥肌もんだ。ストレートで速い走り屋は初心者。コーナーを極めて中級。上級者ともなればストレートでもコーナーでもない第三のポイントで差をつける。そのポイントを極めることこそが俺の行動最速理論のメインテーマだ。その理論の限りなく完成形に近いサンプルの一つがこんなところにあったとは。こうしてラインとリズムをコピーしているからこそついていけるが、単独でこれを再現するのは俺でも難しい。恐ろしいやつだぜ。ダメだ、振り切れない。何？何なんだその区間タイムは。自分も計り間違いかと思ったんですけど、前回の交流戦より8秒以上早いんです。8秒だと？ケイスケさんが走った時より8秒も。あの2台一体何をしでかしてるんだ。まだだ、まだあれが残ってる。水落としも通じない。やっぱり俺なんかが勝てる相手じゃなかった。このバトル負ける。負けたくねえけど俺は負ける。そうなんです。もしこのペースでゴールしたら2台とも前回86が出したコースレコードを12秒近く縮めてしまうかも。勘弁してくれ、狂気の沙汰だぜ。もう十分だよ。ああ、やばすぎるぜ、こんなの。
あの二人だからこそできる究極の限界バトル。間違いない。今夜のバトルは伝説になる。匠。いよいよ五連ヘアピン来るぜ。手前のストレートでのハードなブレーキング競争が見ものだな。86が頭だ。オーバースピードだ。曲がれない。チェックショー、曲がれ。抜かれた。 FC が前に出た。信じらんねえ。あの86が突っ込みでアンダー出すなんて。やっぱり高橋涼介に食いつかれて逃げ切れる走り屋なんていないのか。不思議なやつだ。あれほど高度なテクを持ちながらバトル慣れしていない。追い込むと意外なほど脆い。もう少し後ろについて手の内を見せない作戦だったが、前に出たからには一気に突き放して勝負を決める。噂以上だね。二台ともそんじょそこいらのドリフト小僧とはスピードレンジが違う。でも勝負あり。このバトル高橋涼介が勝つんでしょ。そうだね。前へ出たからには。けどラインのシビアさは86の方が一枚上。あの86まだ死んでないよ。差がつかない。一気に置いてかれると思ったのに。速さに対して差がない。だったら縮めるんだ。少しでもこの差を。1メートルでも2メートルでも前を走るあの白い RX7 に近づくんだ。近づいてる。差が詰まってる。負けてない。俺の方が速い。フロントタイヤの食いつきが。この大詰めで熱だれか。だが少しくらいタイヤがへたろうとも俺の技術に破綻はない。勝つのは俺だ。いよいよだな。あのスキーローンだと相当もつれてる。読んだ通りの展開だ。ゴールはすぐそこ。一か八かで仕掛けるならこのポイントしかねえ。ブレーキング勝負に必要なスピードの乗る直線。道幅の狭いアキナの峠で唯一このコーナーだけが三車線になってラインの自由度も高い。そしてその先は二つの R が重なった複合コーナー。このコーナーを立ち上がって先頭を取った方が勝つ。来たぞ。よっしゃ。86がケツに食いついてる。さあどうする。どう攻める。アウトだと。外からじゃ抜けねえ。最短距離を行けるインが絶対有利なんだ。膨らんでくる。クリップにつけねえ。失速するぞ。86は突き上がった。